大場主ゲルバ、大場主ゲルバから1920年12月30日は、日本の刑法学者、弁護士、政治家、元公安審査委員会委員長の大場茂之は、息子。明治から、対象の日本の刑法学は、富井正明、穂住信主ゲラが寄って立つ、主観主義を前提とする審判、近代学派と、客観主義を前提とする旧派、古典学派が対立しており、 当時、旧派を代表する学者であり、ギュスターブ・エミール・ボア・ソナードの弟子でもある、宮城・広史像は、犯罪を社会的外悪であると同時に、道徳的悪であるとして、フランス新古典派が寄って立つ折中主義の立場を取っていた。1871年のドイツ刑法展を参考にし、ドイツの近代学派が主張した新しい刑事、政策的思想を取り入れた。 現行刑法が1907年に成立すると、進派の牧野栄一は、独自の法律進化論の立場から、刑法は、旧派刑法理論から、進派刑法理論に進化していくものであると主張し、現行刑法の成立こそ、進派の勝利の証であるとして、外科を挙げた。大場は、このように、進派が人道的科学的なものとして、刑法学の主流になっていく時代に、 自由主義的でありながら、道義も重んじる旧派の立場から果敢に挑戦を挑み、論争を繰り広げた。大場の地位は、大正から昭和にかけて、小野誠一郎、自由主義的傾向が顕著だった。達川幸都氏に継承され、以後日本の刑法における、ドイツ刑法の影響は、次第に決定的なものとなっていった。また、大場は、将棋が、見受け人の束縛から離れて、 自らの意思により廃業できるよう、刑法上で理論付けた。ありがとうございます。